RS Spider は、ポルシェが製作した2座席プロトタイプレーシングカーである。開発コードナンバーは、QR6。プライベーターへの販売を前提にしているため、ルマン24時間レースのカテゴリー、LMP2 のマシンレギュレーションに適合しており、アメリカンルマンシリーズや、ルマンシリーズ、そしてルマン24時間レースの LMP2 カテゴリーなどに参戦し、大きな成功を収めた。 ポルシェは1998年にポルシェ 911GT1 で16回目のルマン24時間レース制覇を達成した。この後プロトタイプレーシングカーによるレースはクローズドコックピットの GT からオープンコックピットの LMP に変化したがポルシェはこの流れに乗らずにプロトタイプレーシングカーのレースから姿を消した。2005年にオープンコックピットマシンを アムズで走らせると発表。GT1 よりも洗練されたマシンを911、育ちのプライベーターたちに提供したいということで、LMP にレギュレーションに適合したマシンを開発した。このマシンはすべてポルシェで設計、製造された。2005年のアムズ最終戦にペンスキーレーシングから参戦し、総合4位、クラス優勝を果たした。 翌2006年もペンスキーレーシングから2台参戦し、第3戦のミッド・オハイオで総合優勝を獲得。2007年はペンスキーレーシングとダイソンレーシングから各2台ずつ参加。第3から10戦の間で8連勝を記録して、格上クラスの LMP1 のアウディを下し、シリーズチャンピオンを獲得。2007年シーズンには2006年シーズンの結果を受けて、 エンジントランスミッションシャーシ、ラジータのエアインレットとアウトレット形状変更等の空力特性の一新と、ブレーキギアボックスとランスミッションの信頼性の向上を実施した第2世代に進化した。2008年には、アムズのほか、ルマン24時間レースや、ルマンシリーズへと参加は拡大されていった。ルマンシリーズでは、ファンメルクシュタインモータースポーツ、チームエセックス、 トラグレーシングなどといったプライベートチームにも供給され l m p にクラスのタイトルを獲得した。アムズではアキュラが投入した ARX-01B に苦戦する側面もあったが最終的にはわずか1ポイント差でペンスキーレーシングがタイトルを獲得している。また2009年のルマン24時間レースでも2年連続で LMP2 クラス優勝を飾ることとなった。なお、2009年のルマン24時間レースには、日本のナビチーム5によるオペレートで、ドライバーに、荒ージ・国本慶由といった、日本人ドライバーを起用し、日本色の強い体制で参戦したが、完走することはできなかった。エンジン排気量は、LMP2 規定でのリミットであるなの 3397cc90 度。 V 型8気筒 DOHC4 バルブ。規定で吸入空気量を制限するリストリクターが1個エアインレット部に装着している。燃料供給はダフィーと呼ばれる各シリンダー A のダイレクトインジェクションシステムを採用して効率的に高出力と高燃費を獲得した。リストリクター系の規定により変化するが、高消出力は約500馬力。 モノコックとギアボックスケーシングにカーボンファイバーを使用している。カーボンファイバー製部品はすべてポルシェ製。モノコックにエンジンをダイレクトマウントしている。ポルシェの方針として、プライベーターへの負担低減のため、効果で非現実的な素材の使用が意図的に抑えられている。ありがとうございます。